けで今年のあんこうさばきは、あ、さっきから出たのはあんこうでした。で、前垣さんにお願いいたします。お願いします。来年は制作サイドさんですけど、そうですね、持ち回りだと順番が回ってきますね。はい、じゃあ頑張ってちょっとサバサバしていただきたいと思います。はい、メリオン、肝がなんか出てますね。まあ、これはいいでしょうね。入れよう。入れます。よし、入れて、口から出てる。出てます。なんだこれ。これおまけ付きじゃないですかこれ。これなんか下びらめ付きじゃないですか。下びらめ付きの。頭に挟みをおー、やっぱし、あー、なんかいますね。やりました、これね。おまけ付き、おまけ付き、ヒラメで、おまけ付き、なんだこれは。2匹、これはカサゴ、ん、じゃない、メバル、なんか知んないけど。出ました。これをですね、本当ですか。うん、
ちはいらない。よし、腸はさすがにやっぱ臭いからダメです。ああ。これそのままいいですね。ね、入ったら体調っぽい。半分に切りましょうか。いいですよね。どうでしょう。いやー、すごい。いやー、頑張りました。やりました。さあ、うまそうだ。さあ、これを鍋にしていきましょう。すごーい。すごい、35分かかりました。例のグッズと、例のグッズを持ってきた。あ、そうだ、DK さん。おお。今サメ釣り行ったんですけど、サメ、おーすごい。早急にこれを水で洗わないと塩で締めすぎちゃうので。ああ、なるほど。じゃあ僕のは刺身っていう選択肢あるから別にいいじゃないですか。バーナーあるから炙りもいけるし。ワイカツさんのアンコウさばきを次はフーさんの、これはアナゴちゃんですね。はい、あと釣ってく、おーすごい量あります。はい、あとなんと今日船に乗ってきてくださったタチウオがあるということで。はい、はい、おーピカピカ。うわー、これお刺身ですかね。刺身ですね、とりあえず。うわ、楽しみです。よろしくお願いします。じゃーん、隊長からいただきました。今年も素敵な、今年も素敵な金丹隊と。いいですね、いいですね。じゃあ飾りましょう。ありがとうございます。あら、なんか何でしょう、なんかいただきました。カワラ組 A さんからの差し入れが、差し入れがなんと今日私たちが何も用意していなかったデザートでございます。ですよ。すごい、作ったんですか。すごい、手作りアメリカ芋の、これは皆さんにいただきましょう。いやいや、絶対美味しいですよ。楽しみ、楽しみですね。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、なんかさ、今日かっこいいの着てるよ。ラム先生、ラム先生、はいはいはい、尻尾振り。カモちゃん、お母さんの
さんです。祭りがね、もう見たいよね、結構ね。はい、レイム先生、レイム先生、ね、今マナさんが来ましたよ。ね、マナさんになれないですよ。どうでしょう、バイカツ料理長。はい、いい感じです。指切りが終わりました。いい、はい、あんこでございまして、はい、これを今ですね、味噌を炒めて、はい、あんきもですね。あんきもね、あんきも溶かして入れたやつに今入れております。お酒も入っております。ね、こっち行きましょう。こっちにあるやん。量が多いから、どんどん量が多いから、量が多いから、すごいですね。いやね、でね、楽しみですね。楽しみですよ。ささやか疲れ気味ですよ。もう始まる前に疲れました。そうですね。これまでもちょっと長い道のりでしたし、あんこう奉行はね、やっぱ持ち回り制でやらなきゃダメですよね。そうですね。来年はまた、来年はね、またね、はい、このバトンを渡すような形で。はい。フグとかじゃないですか。誰か免許取って。あれ？あんこ鍋なのに何か入ってます。気のせいじゃないですか。気のせいですか、うん、これあんこですよ、まあ、確かにあんこの口から出てきたものですからね。あんこですね。ね、わかってんで、ね、なんか、ね、カレーみたいなの入ってますね。なんだろうね、これ、ね、ね、切るとね、はい、メガネみたいなのが入ってますね。なんでしょうこれ。おまけってことだよね。あんこから出てきたものなので、あんこ鍋の一部。あんこの体の一部。そうですよね。うん、ね、おまけで。おまけで。ね、はい。これ魚肉さんのね。こっちで最上ね。こっちこっち最上ですね。最上ゾーンね。はい、オプション付きでね。はい。いいですね。はい、よろしくお願いします。餌にアクセス。口は出すけど手は出さない。立ち応対。いや、集中力が切れて今すごい雑になってますからね。今日何時起きでしたか？え、寝てないです。寝てないです。寝ずに船に乗り、大量に釣り上げ、そのまま来ていただいたと。そうで、寝ずに調理をして今さばいてらっしゃる。多分調理が終わった頃に寝るっていう。食べてください。超顔違うもんね。旅行の前で仮眠してたらまだ職質されてた。旅行の前で仮眠して職質。そう、何するんですかって、釣りですって言ったら、旅行内釣り禁止ですって。船乗るんですよ。船乗る。おお、素晴らしい。え、ひとさんお手製のしめ鯖。うまそうだね。美味しそうです。ちょっと使用の時間がちょっとオーバーしてたんですよ。移動時間全部使用してたんで。あ、でもやる人って一日ずっとやってる時やるよ、うん、ああ、そうか、そういう人いるか、うん、タチウオがあんな感じで盛られてるっていうのもなかなかないですよね。そうそう、釣れすぎですね。すごいですね。これでも一部ですもんね、今日釣れた分の。まあ、多分4分の1ぐらいです。4分の1。クーラーボックスだって溢れてましたもんね。はい、いや、タチウオさんがあります。これ分かってた。いやいや、あの、来年で実況学者がほら遅れてくるから、はい、自分で決めたバスゲームイベントやってる、はい、なんかおまけとして3杯みたいなやつを、はい、なんかやるんだとか言って、はい、そんなの罰ゲームにならねえじゃんとか、もっと面白いのやってよと思うんだけど、まあ魚肉さんのレベルならそんなもんだろうっていうことで、ね、あの、期待してるからお願いします。ね、はい、魚肉さんよろしくお願いします。みんなで盛り上げてくれって言ってたらしいけど、ダメじゃんそれじゃ。自分が盛り上がってみんなを盛り上げないとかって、イベンターなんだからね。まあ、みんなで盛り上げてくれって言ったら何何、俺はダメだからみんな周りの人がやってくれ。甘い甘いよ魚肉さん。甘い魚肉さん大丈夫か。甘い。分かった。ね、だから期待してるから、今日は他人の力借りないで自分で盛り上がってください。メインディッシュはまだこれがあんこだけど、
ふーさん釣った、ふーさん釣った、ふーさん、ふーさん釣った、ふーさん釣った、ふーさん釣った、なんかタチウオがあるんだよね。タチウオがあります。爆釣したというふーさんが釣ったね。指3本、指3本ぐらいの7センチぐらいだな。結構ちっちゃいな、唐揚げサイズじゃん、7センチ。そうですね。でもなんとか刺身で、なんとか刺身で、なんとか刺身で、こんなちっちゃいんだけど、なんとか刺身で食べられるという、はい、タチウオ風さんがいっぱい釣ってきてくれました、ありがとうございます。ね、これ今出てくるからね。ということで、俺主催者じゃないんで、俺主催者じゃない、はい、今日主催者は4人だよ。まず乾杯したいと思いますんで、皆さんお手元のグラスに、グラスない方、グラスない方、言いください。それでは、これからですね、お願い県団体新年会を始めようと思います。では乾杯の温度は体調にお願いしたいと思います。出たよ、また他力本願。じゃあ俺が何やります。どうも、行きましょう。おはようございます。県団体、お願い県団体もよろしくお願いします。ってとこで乾杯しましょう。はい、皆さん乾杯。温度振られた後のビールはうまい。おお、もうポンって置く前にまた3杯で。どういうわけだか俺がこういうことになっちゃった。いいっす、ありがとう。これ本当魚肉さんがやるわけだったんじゃないの。なんで俺がやんなきゃいけないの。魚肉さん倍かな。倍ですね。でっかいやつだ。そうですね。やったぜ。やった、駆けつけ3杯はうまいよ。ビールなんか何杯飲んだってうまいよね。っていうところで、じゃあ皆さんもう料理食っちゃいましょう。いやー、さすが京子さんの刺し盛り、皆さんにお持ちします。よいしょ、お刺身。はい、皆様お刺身です。これはもうな、しょうがねえからよ、お調子者なんだよ。なやったぜ、やったよ、なあ、だよな、なあ、おい、ギャンブラギャンブラではない、ギャンブラっぽいよ。いや、生っぽいの大好きだよ。いいですね、生っぽい。でもね、さっきの、あの、ゲロピラメには負ける。よいしょ、走っちゃいますよ、うわ。はいよ。本日の主催者魚肉さんでーす。よかった、間に合いましたよ。お待ちしてました。魚肉さんが登場しました。すいません、来ましたけど、申し訳ございません。来ましたですね。いやー、待ってたんだよ。急いで来ました。魚肉さんを慕ってるんだから。ありがとうございます。いやー、期待してたよ。すいません。よかった、悪口なんか一回見ました。後で皆さんの動画を確認する。やばい、魚肉さん。どうかもしれません。どうかもしれません。じゃあ僕的に申し訳ないんで。今は、今はバレないから大丈夫。よかった。了解です。ね、はい、遅れてきて申し訳ないんで、駆けつけ2杯を見渡して。よかったよかった。はい、3杯目いきまーす。乾杯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 。はい、それあれ早く飲めよ。あれのか、早く飲めよ。早く飲めよ。早く飲めよ。いっちゃいましょう。手間取らせるやつだったよ。おっしゃ、おー、乾杯いただきました。よかった、ありがとうございます。これはまだ始まりしかない。これは罰ゲームではないです。歓迎のゲームですからね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。行きましょう。おいしそうじゃない。多分ね、多分だよ、めっちゃ辛いでしょうね。それでは食ってみましょう。前後が長いんだよ。白菜はいいです。白菜はいい、白菜はいい、白菜食おうと
草がね褒められましたよ。あれ狙い犬単体って大学のサークルみたいなの。この勝負をね避けて取る。これはどういうことですか。これアンコですね。アンコだよ。アンコですよ。アンコだね。メバル型。メバル型アンコ。行ってみましょう。アミノ酸付き。うん。アンコのアミノ酸の味がするでしょ。うん。うまし。おれおれ。さすがノリがいいね。マジでしょ。これあれですか。とりあえずあ、これはノーマル。なんだいだよ。パブリカラの。魚肉さんの三分の一な気がします。三分の一。魚肉さんの三分の一ってどういうこと？意味深だな。まあいいや。美味しいと。刺身。じゃあ私もいただいてもよろしいでしょうか。いただきます。さあいただきましょう。ガクシさん。ありがとうございます。さんが一生懸命今日作ってきたのをいただきます。 25% なんて出たよ。ほらなんか気のいいスコチコと魚肉さんに絡めたいらしいんだけど、もうちょっと練りなさい。これは美味しい。もう一枚いただきます。美味しいよこれ。でも食べ方が旬なんでしょ。ね、あの大きさありがとうございます。ね、味覚の旬ですね。美味しいですよこれ。あれ、現実では食べたことない。美味しい、ありがとうございます。今度、我々もね、船釣り県団体は今年は船釣りの年として船釣りいっぱい行くから。だってお前電動リール買ってで、あの船用の竿買って今度竿ホルダーも買ったんだから。買ったよ。それにバッテリーもリチウムイオンのバッテリー買いました。もうお前投資しましたね。投資したよ。まあ、ウェポンにはもう惜しみなく投資するからよ。だからな、今度はこれでまたタチウオ行きましょうね。船見先生、フライトジャケット着てますね。ラジもオレンジ色かっこいい。食べちゃった。ふーさんが今日釣ってきて持ってきてくださったタチウオの羽せんべいです。ふーさんありがとうございます。いただいてます。すごい美味しいです。サクサク。タチウオ釣り行きたい。はい、お水入ります。入ります。あ、出ました。金のシェラカップ。金のシェラカップ。今銀のシェラカップ。銀のシェラカップ。ユニフレームないですよね。あれ、あの測りがついてる。そう、メモリがついてる。メモリがついてるからね、便利なんですよね。そうなんです。まあ、普通のシェラカップね、通常このお米タグ用に1合 1.5 合で、水量が100、200、300ミリリットル書いてあることが多いです。金のシェラカップ、銀のシェラカップ。はい、バリスタ魚肉さんのコーヒーコーナーができております。少々お待ちを。お願いします。少々お待ちを。コーヒー違う香り。爽やかな香りですね。これそうです。何も投稿がなければ合わせあれはすごい、すぐ合わせたからさ、合わせなきゃいけないです。30秒待ってください。これ深入り豆の割にはふわーんと膨らむ、ね、この豆ちゃん。送り込んでありつつ硬いからガスって合わせると、ボーッと持ってくるからね。大好きなんですよ。会社的にはみんなそう。会社で釣る餌は、会社で釣る時はすぐ合わせます。すぐ合わせっていうのは、当たりが出た時ってやつが端っこにつまんでるだけだから。合わせて、結構から20秒とか30秒くらい合わせておいて、ガスって合わせます。一気に出ちゃってもいいけど、フィルターがちっちゃいんで2階に分けざるを得ないっていうね。まあそれが功を奏して美味しくなるっていうのもありますよね。この香りはモーニングコーヒーついた豚肉ってくるから、そうそうそう、すぐに糸張り合わせて当たり取らないとドーンってやってハーッとかやってるとその間にもう餌ないからね。す
すごい速いから、ドンってやって、ガッと。3秒ぐらい落とし切るまで少々待ちを。最初の3秒で釣れなかったらもうダメだ。飲んでください。なんと牛肉さんがコーヒーを入れてくださいました。ジャポネココーヒー、あの高級コーヒーです。いい香り。そしてカール組 A さんがアメリカ芋を、牛肉さんの農園のアメリカ芋で使ったマフィン作ってくださいました。コーヒーとマフィンいただきます。おしば、おいしい。おいしい。あれおいしい。あれね、なんだろう、飲み口は、はい、深いコーヒーなんだけど、うんうんうん、後から甘い香りがこう、そう、うん、ねえ、あら、嫌な、なんか雑味みたいなないです、すっきり。マフィンもじゃあ、お芋じっと見ております。うん、あ、おいしい。あ、お芋超甘い、おいしいです。デザートまで尽く新年会。夜も来てまいりましたので、私たちはこれで引き上げます。社長、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。楽しい、会でした。お願い献願隊新年会2回目です。今年は、去年はその、後ろの花がアンコをさばき、今年は若狭さんに、若狭料理長にさばいていただきました。アンコなんてとっても美味しかったです。いや、はい、あとです、あれですよ、チームリケさん、リケさん、ふーさんが船乗って、あれでしょ、タチを釣ってきてくださって、アナゴも持ってきてくださったり、ね、豪華です ね。そしてみんな料理ができるのがいいな。そう、さばいてくださって、ありがたい。ありがたい。毎年毎年どんどん豪華になっていくんですね。楽しかったね。まだまだ夜はね、これからなので、どなたかは寝袋用意してあるので、はい、泊まっていただいて。私の夜はこれからです。そうですね、はい、今日もたまにちょっと段落ついたんで、これからゆっくり飲んでいただいて、はい、こんな感じでね。え、魚肉さん、あれあれ、あれ、バリスタはバリスタが動かない。というわけで、楽しい楽しい会でした。皆さんありがとうございました。今年もよろしくお願いします。新年会でした。さてさて、次はどこに行って何を食べようかな。お楽しみに。またね、ごきげんよう。